皆様おはようございます。えっと、それでは定刻になりましたので、えっと、オンラインセミナーを始めさせていただきたいと思います。えっと、本日は情報計測オンラインセミナーにお越しいただき誠にありがとうございます。本日の司会者を務めさせていただきます、高輝度光科学研究センター、水巻正一郎と申します。え、それでは本日第14回目となります、情報計測オンラインセミナー。 本日のご講師は、東京大学生産技術研究所の溝口照康先生です。ここで先生のご略歴、ご専門の紹介をさせていただきます。溝口先生は、東京大学生産技術研究所の教授をなされております。先生のご専門は、第一原理計算と電子顕微鏡を用いたナノ構造解析のご研究です。2002年、京都大学にて博士号を取得されておられます。その後、京都大学、東京大学、 アメリカローレンス・バークレー国立研究所にて日本学術振興会特別研究員 PD をなされて2005年東京大学工学部総合研究機構助手2009年東京大学生産技術研究所准教授を経て2019年に東京大学生産技術研究所教授になられておられますすでに終了していますが 理論、実験、計算科学とデータ科学が連携、融合した先進的マテリアルインフォモティクスのための基盤技術の構築という領域において先駆け研究者としてもご活躍されておられました。現在は第一原理計算と等過型電子顕微鏡、情報科学的手法を駆使し、物質における構造と機能の相関性を明らかにするための研究に取り組んでおられます。 本日のご講演のタイトルはスペクトルを記述しとした物性計測です。それでは溝口先生どうぞよろしくお願いいたします。はいどうもあの ご紹介ありがとうございます。東京大学生産技術研究所の溝口と申します。えっと、本日は、あの、集まりいただきまして、ありがとうございます。また、あの、このようなあの機会を与えてくださいまして、えっと、j a s の i の水巻先生をはじめとした情報計測、また JST の方々に深く感謝いたします。今日はよろしくお願いいたします。えっと、私の方からは、スペクトルを基述しとした物性計測と題しまして、えっと、研究の内容を紹介させていただきます。で、えっと、今日、私が、私が紹介させていただきます内容に関しましては、 えっと、本研究室を卒業した、えっと、菊正君、今、あの東工大でコストコをしている清原君、えっと、あとまた私の研究室の助教の柴田先生との,あの共同といいますか、まああの、彼らがメインで行ってくれた研究内容になります。 はいでえー、とこ,こちらが本日のアウトラインになりますで、えーと。まず私の方の自己紹介をさせていただきまして先ほど水巻先生からあのかなり詳細に紹介していただきましたが、まあ、ちょっと自己紹介をちょっとあさせていただきまして、えーとまあ、本日の,あの タイトルにもありますスペクトルに関して、まあ、私が言うスペクトルというのはあの電子顕微鏡を用いたりシンクロトロンを用いて測定される、まあ、イールス・ザフスに関してですそちらに関する内容を紹介させていただきまして最後にメインのトピックスであります機械学習を活用した研究例について紹介させていただきます。 でまず自己紹介ですが、まあ、私あの、こんなようなものでして、えっと、先ほどのご紹介ありましたように、あの博士を兄弟で取りましたで。その際はですね、えっと、z、AS、まあ X 線吸収分校の理論計算法の開発とその応用というような研究を行ってまして、えっと、基本的には第一原理計算に加えて、 えっと、放射光、まあ、具体的にはあのスプリングエイトですとか、ホトンファクトリー、えー、岡崎の、v、UV ソールに、まあ、よく頻繁に行ってです、ね、実験と計算の両方を行ってまいりました。で、その後、あの東京大学に行く機会がありまして、えー、東京大学で、まあ、電子顕微鏡を初めてあの使い始めてですね、えっとまあ、その後、ポスドクの期間から、まあ、今に至るまで電子顕微鏡を使った原子分解能の材料計測というものをに取り組んでおります。 でえっと、現在はこういったあのちょっとりでしょう略歴ですので、えっとまあ、そのままですね第一原理計算を使ったあの計算機ですとか、まあ、透過型電子顕微鏡を使ったあの材料の解析に取り組んでまいりましたで一方であのその2013年にです、ね、京都大学の田中勲先生が始められた あのナノ構造情報という新学術領域の化研費のプロジェクトがありまして、その際に電子顕微鏡を班として、ですね、えっと、このナノ構造情報のプロジェクトに参画させていただきました。で、その際に初めて情報系の先生ですね、東大の津田先生ですとか、あの岐阜大学の志賀先生、あと NIMS の永田さんかな。はい があのこのプロジェクトに参画されてまして、まあ、初めて情報系の先生方をですね、その時、えー、見てですねあの、ちょっとその時はあまり縁遠,遠いと思ってたんですが、まあ、よくよく話を聞いてみると、非常にあの材料の研究、ナノ構造解析の研究ともマッチングがいいということが分かってきまして、まあ、取り入れ始めまして、まあ、先ほどご紹介いただきましたように、2016年から。 あの常之先生の先駆け、JSC の先駆けに採択させていただきまして、まあ、あのこういった研究を続けております。で、まあ、最近はこういった機械学習に関しましても取り入れた研究を行ってます。で、まあ、ちょっとあの、なんでしょうね、機械学習の話に入る前に、まあ、ちょっと私の研究室でいろいろなことをしてますので、得られている成果についても少し紹介させていただきます。で、まあ、基本的に透過型電子顕微鏡を使ってですね、いろいろなものを見ているということになります。 で最近はトーアト電子顕微鏡を使うとあの、まあ、原子を可視化するということは比較的簡単なんですけども、まあ、私のところはもうちょっと難しい素材ということで例えばガラスの中にある原子ですねこれはあの光ファイバーの通信網にも使われている、まあ、l ビウも添加したガラスファイバーですが、まあ、その中の l ビウも直接可視化したりですとか、えー、っと個体だけじゃなくて液体の中の原子を見るこのちょっと,、えっと起点が見えますがこれらは全部金。 っ、えー、と四液体に溶かした状態でまあ資料を非常に薄くするとですねこういった状態で液体の中でも原子を見ることができます。でこれ液体ですのでまああの連続撮影するとこういった原子のダイナミクスを可視化見ることができます。調べることができます。で最近はあの電子顕微鏡の中でまあいろいろなその場観察をするということがまあやはり流行ってまして、えー、まあ例えばあの 高温の,あのホルダーを使いますといろいろな過程を見ることができます。で、まあ、私のところで最近得られた成果としましては、あの熱膨張係数ですね、熱膨張を計測する、まあ、しかも電子顕微鏡を使って局所的な熱膨張を計測するというようなことを報告しています。で、まあ、こういった海面をあの作りまして、この界面のごくごく金棒1ナノメートルにおける熱膨張が、流内とどう違うのかということを調べております。 でこれが、えー、計測に関すする方で,すでそれに加えて、まああの、第一原理計算ですとか、MD シミュレーション、あと、まあ、機械学習も組み入れて、えー、と研究をしていますで、まあ。どんな研究をするのかというのは、いろいろとあると思いますが、あのまあ、物質探索ですとか、機械学習ポテンシャルというのが最近は非常にあの流行し,していると思いますが、まあ、我々のところはナノ構造解析がやはり得意ですので。 あの例えば、界面ですとか、まあ、表面に機械学習を活用したようなことを行っています。で例えば、機械学習を使って、界面の構造を、まあ、非常に高速に決めると、えー、仮想スクリーニングですとか、ベイサイな転学習を使って、まああの、なるべく効率的に決めるというようなあの手法も開発してて、だいたい7万倍ぐらいですかね、あの通常の網羅的な計算よりも、あの非常に高速に、効率的に高速、えー、界面の構造を決めることができます。 でまた最近取り組んでいるのが、ですね界面にしましても、表面にしましても、まあ、やっぱり構造を作ろう、構造を計算しようという研究が多いんですね、えー。構造を決めるために機械学習を使うっていうことが多いんですけども、まあ、実際にやっぱり構造を決めるっていうプロセス自体を機械学習を使えば省けるのではないかというふうに思いまして、えーっとまあ、取り組んだ一つの研究が、まあ、表面に原子が吸着します。 吸着する時の際の結合エネルギーですとか、結合距離、あとまあ電子構造ですね、といったものを吸着構造を計算せずに、吸着工場ではなくて、吸着する前の,その孤立した状態の情報だけで、吸着した、結合した際の、えー、とこういった結合物性を予測するというようなことも行っています。でまあ、これはもちろんできるんですけども、重要なことは何かというと、やはり記述子ですね。 えっと、孤立系からどれだけ結合後の物性に関係する記述子を見つけるのかということが、まあ、やはりミソになってきますが、まあ、そういったあの記述子のセレクションに関しましてはあの今まで、えっと、行ってきた、えー、ナノ構造解析計算に関する知識を利用してです、ね、記述子を選んで、まあ、まあこのようにうまく予測することができています。 こういった形で自己紹介を終,わ終えさせていただきまして次にスペクトルに関する話をさせていただきます。で本日のスペクトルといいますのは、まあ、私が主に扱っております、まあ、X 線吸収分光電子線吸収分光になります。透過型電子顕微鏡ですとかああこういったシンクロトロンを使って測定される吸収スペクトルで、まあ、例えばあのこういったジンクアルミスピネルから得られたジンクの吸収端は、まあ、こういった 形をしていますで、えーとまあ、スペクトルがずっとこうバックグラウンドがあって、えー、どこかでこのようにピークを持ちます。この立ち上がる付近のことを吸収端と言います。でこの吸収端のごく近傍、まあ、数十、まあ、二、三十 e b 付近のことを吸収、まあ、端近傍微細構造ということでエルネスですとかゼーンズというふうに呼んでおります。で一方で これよりもさらに高エネルギー側ですね。高エネルギー側にもまあいろんなあのストラクチャーが現れます。で、こちら側のストラクチャーは何かと言いますと、まあ、エクセンでいうエグザフスですね。肺環境に関する情報を得ているということが分かっています。で、これらの,あの吸収スペクトルの起源は何かというと、まあ、電子のえ、えー、と繊維に伴う吸収スペクトルになります。で、こちら側に模式的に電子構造を表していて、でこちら側にある内角 軌道ですね 1S 軌道ですとか 2S 軌道、2P 軌道といった原子核ごく近傍の内核軌道にある電子が、まあ、X 線なり電子線の、まあ、電磁場を受けまして遷移する、まあ、エネルギーを吸収しますで。その際の吸収スペクトルが、まあ、こちら側に現れますで。特にこのエルネス・ゼンズ・吸収単近傍微細構造に関しましては内核軌道から こちら電動体ですね、非専有軌道における部分状態密度への遷維に対応しています。で一方で、高エネルギー側、こちら側、エグザフス領域に関しましては、この電子がさらに外に飛び出してきまして、周辺原子が作る、まあ、場との散乱によって生じる、そのためにこのエグザフスの領域からは、肺、まあ、環境を得ることができるということになります。 一方で、このエルネス・ゼンズといいますのは、まあ、このえっとフェルミ付近からまあ数十 EB 程度の電子構造に関する情報を持っているので、まあ、解析することで,でしょう、排結合、肺環境ですとか、化学結合に関する情報を得ることができるということになります。でまあ、基本的に電子顕微鏡で得られるイールスとシンクロトロンで得られるザフスといいますのは、等価なスペクトルを与えます。 で一方で、測定する装置が違いますので、まあ、あの得意、不得意がそれぞれ違いまして、まあ、イギリスの場合はやはり高い空間分解能、まあ、局所的な情報、スペクトルを得ることができる、まあ、最近では原子1個からスペクトルを得ることができます。で一方で、ザフス、まあ、シンクロトロンといいますのは、あの空間分解能はそれほど高くはないんですけども、まあ、やはりその実験の,あの自由度が高いということで、まあ、オペランドですとか、あとは好感度。 あと、高速測定が可能だというような利点があります。で、えっと、こういったメリットがありますので、電池ですとか触媒解析に利用されております。で、一方で、こういったスペクトルのこういった形ですね、こういったものが現れるんですけど、まあ、その解釈というのは容易ではありません。で、このスペクトルを解釈する、つまりこの特にこのエルネス、ゼーンズ領域を解釈する上では、スペクトルの理論計算が不可欠であります。 でまあ、私自身はですね学生時代から、このエルネス・デンズの理論計算法の開発と応用に取り組んでまいりました。で、まあ、あのこの電子が遷移した際に、えっとえっと、内角にですね、電子のホールですね、内角空港というのが生じます。で、この内角空港が生じることで、えまあ、非常に電子構造が大きく変わるということが分かっています。で、これはあの酸化マグネシウムの酸素の形態の実験スペクトルが真ん中です。 でこのスペクトルをまあ計算で再現したいということになりますが、通常の、ね、DFT の計算で得られる、えー、と酸化マグネシウムのまあ電子状態ってこんな形でして、基本的にはまあブロッホ的に、あの空間的に広く広が、広があの非極在している、まあ、広がっているという電子状態です。で一方で、内核空港が存,存在することによって、原子核からのポテンシャルを強く受けます。 でそのために、えー、電子構造が、まあ、このように極在する、この真ん中の原子に内閣空港を導入したんですが、で内電子構造が、まあ、あの極在してですね、えーっと、大きく変化しているということが分かりますで。このような大きな変化を取り入れる、計算にも取り入れることが、あの実験スペクトルを再現する上では不可欠であるということを,ががを明らかにしてまいりました。でまあ、これ、実験で内閣空港を取り入れることで、まあ、初めてこの実験スペクトルを再現することができます。 でまあ、この内閣空港の取り扱いはいろいろな禁似がやはりありまして、えっと、例えば通常の,あのバンド計算ですね立体値原理計算といいますと、まあ、DFT をベースにして交換相関口に DGA とか LDA を使う、まあ、手法が主流ですが固、まあ、体物理の分野では主流ですが、まあ、これはあの一般的に一粒子計算になりますでこの一粒子計算ではですね 先ほどの内閣空港ですとか、この遷移電子の相互作用を平均場で禁じしているわけです。でそれはそれでまあいいんですけども、その平均場の禁じが成り立たないものがいくつかあります。で例えば、ちょっと一番右端に行きますが、まあ、ホワイトラインといいまして、線、えっと、維金属の L23 単やランタノイドの M45 単というホワイトラインは、えっと、一電子禁じではまあなかなかあの再現できません。 でえー、とこういったあのホワイトラインといいますのは、遷移した先の軌道が、ね、3D 軌道だったり 4F 軌道のように、極在した波動関数に飛びますので、もともとそこにいる電子と、遷移した電子との相互作用、またホールとの相互作用がまあ強く生じますで。そういった多電子間の相互作用を、1電子ではやはり禁じできないので、まあ、多粒子の計算が必要になってきます。 でまあ、我々のところで行っているのは、まあ、大阪府大の,あの池野先生が開発されました、まあ、CI 計算法でして、スレーター行列式を、まあ、線形結合したあの CI の計算を行って、こういったホワイトラインの計算に取り組んでおります。で真ん中になるある,ある吸収単も実はあの一流してはだめでして、100EB 以下の吸収単に現れるですね、大体いい 100EB 以下の吸収単,に吸収単もあの 一ででは禁止できませんで例えば、あのリチウムの K 炭とかです、ね、ナトリウムの L23 炭、マグネシウムの L23 炭ですね。でえっとまあ、これ、少し、まあ、マイナーといえばマイナーなんですけども、まあ、こういった元素を見ると分かりますように、これらはエネルギー材料に非常に重要なんですね。なので、この吸収炭の計算が、まあ、最近、えっと重要度が、重要度を増しています。 でこういったあの吸収単位にはどのような効果があるのかというと、このホールがです、ねまあ、比較的繊維した軌道に近いんですね、エネルギー的に近い、た、ま、い、あ、100EB 以下で近くて、えっと、ホールと繊維した電子間との、まあ、エキシトンの相互作用を正確に加味する必要があります。まあ、な,なので、二粒子計算として、エーテーサルペーターとかです、ねえっと、タイムディペンデント DFT の計算が必要になってまいります。まあ、あのこういったあの物理が分かりますと、まあ、それぞれの手法をうまく。 まあ使うことで、えーっとまあ、基本的には最近ではですね、まあ、ほぼすべての元素のほぼすべての,あの吸収端の理論計算が可能になっています。でまあ、例えば液体の計算も可能になってまして、これ一番上が液体のメタノールの C のケーのスペクトルですねで。このスペクトルをどういうふうに計算するのかというのは、まあ、なかなか悩む、液体なので悩むんですけども、まあ、単純にメタノールの効率単分子で計算するとこんなスペクトルに。 なるんですねでこのスペクトルとこの液体のメタノールのスペクトル、やはり大きく違っていて、こちらが孤立炭分子のスペクトルって、やはり気体のメタノールのスペクトル、孤立炭分子の実験スペクトルとまあまあそこそこ合っているということで、じゃあどうやってこの液体を再現するのかということで、まあ、当時学生がだいぶ取り組みました。でまあ、結果的に分かったのは、ですねこういったあの感じで分子がこうダイナミックに動いてますので、まあ、その動きを取り入れて、 MD のスナップショットを持ってきて、まあ、基本的に、えっと、そのスナップショットにある原子を全部計算するんですね。で、えっと、全部計算して、これをもうエイヤと平均してしまうとですね、実はすごく液体のスペクトルを再現できるということが分かります。で、液体なので、まあ、あの何個持ってくるのかということがまあ重要になると思うんですけど、まあ、実は我々のところでたまたまバンド計算を使ってたので、そのおかげでですね、まあ、実は16個ぐらいの分子がある小さな MD 計算の スナップショットでもまあ十分に液体のスペクトルを再現できるということが分かっています。はい、で、まあ、あのこ,のこういった実験と計算を組み合わせることで、まあ、本当にいろんな多様な情報を得ることができまして、まあ、液体だけに、液体や気体に関してもそうですし、まあ、最近は炎に関する格、ね、子振動ですとか分子振動に関する振動が、まあ、エルネスレンズに載っているということも分かっています。 またちょっとあのマニアックなあの話になりますけども、あのパンデアワールドス力も、実はこのコアロスの部分に本当にわずかなんですけども、乗っているということも、これ、理論計算でえっと明らかにしています。まあ、こういった形で、実験、エルネス全通の第一原理計算によって、ですね、まあ、本当にいろいろな情報を我々は得ることができるということになっています。 で一方で、まあ、あのこちら側計算のですね本当に王道の解析だったんですけども、もう実験側がまあ非常に大きくあの進歩している、まあ、状況が変化しているというような状況です、今は。で、まあ、何かと言いますと、まあ、例えばこちら側に示しますのは、まあ、私のところの学生え君がです、ねまあ、ガラスですね、こういったガラスの領域から、まあ、スペクトル、イールスを測定してですね、 えーまあ、そのガラスの中に、えー、存在しているアルミニウムの排囲数のマップを作ったんですね。アルミの元素のマップではなくて、アルミの排囲数ですね。で、範数の情報を明らかにするために、この1本1本、この1個1個ですね、この,このピクセルの1個1個にスペクトルの情報があって、まあ、そのスペクトルが範配、まあ、数、まあ、4杯なのか、5杯、6杯なのかということを、まああのー、考えて、まああの、そのマップを作るわけですね。 でえっと、これ、1本1本スペクトルがあって、まあ、あの解析するとです、ね、ここ4範囲があの濃化してて、でこの4範が多いところにはあの5範囲、6範囲が少なくてとかです、ね、まあ、こういった元素の排出数のマップができるということで、まあ、非常に嬉しいんですけども、実際にはこの1個1個、全部のピクセルを解析するとです、ね、大、ま、体、あ、これ2500本ぐらいのスペクトルが存在しているわけですで。またさらに重要なことはですね。 こういったあの実験が非常に簡単に最近はできるんですね。この1枚で2500本のスペクトルが得られるんですけども、本当に5分ぐらいでこのスペクトルが簡単に得られて,得られてしまうというような状況です。でさらにまああのザフスを使いますと時間分解で、またこれは大量のスペクトルをです、ね、非常に短時間で取得することが可能だというふうに思います。つまり実験サイドではあのデータといいますか、スペクトル量が急増していると。 いうようよな状況がありますでこういったスペクトルに対して何千本のスペクトルに対して先ほど私が説明したように一本一本モデルを作って第一原理計算して実験と計算を照らし合わせてこれ合ってますねとこのスペクトルはこういう解釈ですねというようなことを行うようなまあ研究者駆動型のスペクトルのまあ解析がですねもうこれは限界だなというふうにまあ私自身痛感しましてえと機械学習を使ったデータ駆動型の研究を最近行っております。 でちょっと前向きが長くなりましたが、でえー、と今からちょっとデータ駆動型の話にしますで。このデータ駆動型スペクトルの解析に関しましては、まあ、調べてみるとかなり以前から行われています。でえー、とまあこの辺ですかね、1991年ぐらいにあのかなり多くの,あの報告がなされています。これ、ニューラルネットワークで NMR のケミカルシフトをまあ解析するというものですね。 で思い起こしてみると、確かこの辺の時期ですね、91年とか93年あたりといいますのは、ケモインフォマティクスが、まあ、あの非常に流行った時期でして、まあ、その時にやはりこういった機械学習が利用されておりました。 でまあ、近年もまあシンクロトロン関係ですと、まあ、エグザフスですとか全 e の解析はもちろん行われておりますし、えっとマテリアルズプロジェクトという非常に大きなデータベースを、まあ、多くの方ご存知だと思いますが、そちらのデータベースにもです、ねまあ、80万スペクトル、80万の,この計算スペクトルがもうすでに、まあ、の無料でアップロードされております。でこれはあのサイエンティ,フィックデータに、えー、すでに載ってますので、まああの えとテキストデータであの得ることもできます5ギ,ガ5ギガぐらいだったかな10ギガバイトぐらいの,あの大きなデータですけれどもそれらも全部得ることができます、まあ、こういった時代になっているなということになりますでその中で、まあ、我々が何をしたのかということですがまず一つ目としましてはあの機械学習を使ってですね先ほど話したスペクトルの計算を高速にしようというようなことに取り組みました でこれまた先ほどの,あの話に戻りますが、あのまあ、エルネス・デンズの計算をしたいということですね。で、計算するためには、この内閣空港を取り入れることが必要であるということを行い、言いました。で、一方で、まあ、あのこの計算自体がですね、まあ、そんなに簡単ではないわけです。で、規定状態の計算でしたら、まあ、それなりにあの、例えばプリミティブ・セル、小さなあの計算モデルで計算が終了するんですけども、こういった冷気状態になりますと、まあ あのなんでしょうね、冷気状態の効果を正確に考慮するために、まあ、なるべく大きなセルを、モデルを使う必要があります。でそうしますと、まあ、必然的に計算コストが高くなるという問題が生じます。で、まあ、こういったです、ねまあ、非常に大変な計算ですね、規定状態に加えて冷気状態は使う、でそのために大きなスーパーセルを使う。 で,計算するで、SCF の計算、まあ、電子状態の計算が終わった後にですね、線維確率の計算もしないといけないんですね。実はこの線維確率の計算が、ままあまあだいぶ時間がとメモリを食ってですねえ、実際に計算しますと、まああのー、最近のコンピューターを使っても、えーまあ、数時間からですね、えー、と大きなあのモデルを計算しようとすると、本当に数日を要するようなあ、まあ、計算になります。で、こういったまあエルネス・エンズの理論スペクトルをまあ得るために、 まあなるべくあの簡単なものをインプットとして、機械学習を利用しました。で、えっと、まあ何をインプットにするのかというところはいろいろなあのやり方があると思いますけれども、まれ、あ、わのところではです、ね、あの部分状態密度、まあ、PDOS を利用しました。で、部分状態密度、あでなおかつ規定状態ですね、規定状態の部分状態密度を、えー、利用しました。 で規定状態の部分状態密度ですので、あの大きなスーパーセルをモデルを作る必要なくて、本当に一番小さなプリミティブセルの計算で十分なのでですね。なので、もう本当にデスクトップのパソコンでもですねあの数秒から数分で終わるような計算ばかりになります。なので、こういったまあ簡単に得られるもので、まあ、あの計算時間を要するようなスペクトルを予測するというようなことを行いました。でまあ、まずはデモンストレーションということで、まあ、SiO2 の えっとまあ、酸素の形ーをまあ対象としました。で、まあ、マテリアルプロジェクトにですね、たくさん SIO2 って、えー、っと多形がたくさんあります。188個ありまして、えー、っと複雑な構造に関しては、非等価の酸素がありますので、まあ、トータル1000個ぐらいの計算を行いました。で、計算は第一原理の CASTEP という、ー、ま、ド、あ、ポテンシャルを使った、D ポテンシャルを使った計算になります。で、まあ、この PDOS と l n ネ s の,の相関性を学習するために、まあ、あのこの1000個の スペクトルを8対1対1に分けて、それぞれハイパーパラメータはオプティマイズしまして、こういった条件でオプティマイズしております。で、まあ、早速結果になりますが、こちら側が PDOS、規定状態の PDOS からエルネスの予測結果です。で、部分状態密度 PDOS がこの青いラインになります。で、えっと、実際の 計算ですねまあ、実際に計算した結果がこの薄緑色ですね、こちら側。で、えっと、この PDOS から、えー、予測されたあの結果、プレディクションの結果がこの濃い緑色になります。これテストデータですね。えっと、トレーニング80%でトレーニングして、えっと、残り10%で、えー、テストした中で、まあ、一番いいやつをちょっと取ってきてるんですけども、まあ、あのその結果がこちらになります。 で見ていただければわかりますように、このプレディクション予測結果があの計算、まあ、実際に計算した結果と非常によく一致しているということがわかります。でまああのまあ、予測できたという点は、まあ、それはそれでハッピーなんですけども、じゃあこの機械学習で何をしているのかということを少し解析、まあ、考えていました。で,、まあ、あのですね規定状態 の場合はこういった形で、まあ、このスペクトルの立ち上がりがまあなだらかに立ち上がって、まあ、ピークが続くという形になっています。で一方で、この予測結果ですとか、計算結果というのは、まあ、ピークの立ち上がりはまあ比較的シャープに、吸、ま、収、あ、に立ち上がっているということが分かります。でまあ、こういった違いが何に起因しているのかということですね。でまあ、このあと、こういうピークのシフトですね、この立ち上がりのピークのシフトというのが、高エネルギー側ではまあ少なくて、 低エネルギー側、吸収炭の近傍付近で、まあ、大きくピークがまあ上昇しているということが分かります。で、この違いが、こ,のこういった変化、スペクトルの、えー、と違いが変化が何に起因しているのかというと、まあ、先ほどあの話した、まあ、冷気状態、コアホール効果に関係しています。で、規定状態ではまあ電子が詰まっていて、波動関数はブロッホ的、まあ、こんな感じになっているわけですね。で、一方で冷気状態では、 あの電子のホールが生じますでその際にまあ原子核に近いので基本的にこのえっと内核っていうのはまあ低エネルギー側深く深,深い方にシフトしていきます。でこの深く深い方、まあ、低エネルギー側のシフトするこの量といいますのは、まあ、原子核に近い低エネルギー側ほど大きく大きな量をシフトしまして、えー、と原子核からあの遠いです、ねえー、と外核側高エネルギー側はエネルギー側はまあな 小さくシフトするとといいうようよなことが分かっていますでまさに今回、この機械学習で得られたこの結果といいますのは、この内核空港が存在することによって生じる原子核からのまあ強いポテンシャルで、それによって生じるこういったまあスペクトルといいますと電子構造のこのシフトをですね、予測、学習して予測している、うまく予測しているということになります。 なので、えっと、この機械学習で得られたモデルといいますのは、この内閣空港ですね、まあ、物理的に言うと、こういった現象を学習の結果、覚えているということがあになります。なので、こういった内閣空港を知っている予測モデルが、まあ、できましたので、えっとまあ、この,あのモデルを使うことで、まあ、本当にたくさんの。 スペクトルを予測することがで、きます SiO2 系ですね、に関しては、かなり高精度で予測することができています。で、まあ、SiO2 だけを予測するのは、そんなに面白くないと、まあ、ある意味、ちょっと内装的な話になりますので、面白くないので、もうちょっとこう別のものを予測しようということに取り組みました。で、これ、SiO2 の結晶ですね、さっきの予測モデルをまあ作ってですね、 で内核空港の効果を学習した予測モデルですね。で、この予測モデルに対して、他の他の酸化物の、えー、キードスを流したんですね。で、つまり他の酸化物の酸素の経ーを予測させたということになります。で、それぞれアルミナ、マグネシウムオキサイド、リチウムオキサイド、ゲルマニウムオキサイドがまあこんな形でありまして、このピンクはあの正解のスペクトルになります。で、SiO2 で学習した予測モデル。 を使って予測させるとどうなるかと、この赤ラインが予測結果ですね、えー、になります。こんな形になります。で、まあやっぱり完璧ではないですね、さっきの SiO2 ほどのあの一致度はないんですけども、まあ、我々からするとかなりよく予測できているなと、SiO2 で学んだもので、アルミナとか他の元素の酸化物までまああのそこそこ予測できてるんですね。例えばこういった えとダブルピークが立って低エネルギー側がちょっと高いですとか、リチウム 2O なんかはまあ低エネルギー側が低いですね。で、ゲルマニウムオキサイド、ちょっとマグネシウムオキサイドがあまり合いが良くないんですけども、あのこういった形ですね、あの元素が違ってもまあそこそこうまく再現できている。で、さらにこの SiO2 で2元系の酸化物だけじゃなくて、この右側に示しているのはチタン酸ストロンチウムって3元系の酸化物の酸素のケーの予測になります。 でえっと、これ、一番上2つが実験で、えっと、真ん中2つが計算です。で、えっと、一番下がですね、今回、SIO2 で作った予測モデルをそのまま使って、えっと、そこに、えっと、チタンスタンストロンチームの、えっと、酸素の P の p ドスを流した結果、得られた、えっと、酸素のケーンの予測スペクトルがこの赤い線になります。 でまあ、こちらもやっぱりそんなにはよくないんですけども、実際にはこうピークがたってですね、これチタン、あのチタンの T2G と混成していって、B は EG と混成しているで、C はストロンチウムの 4D と混成している酸素のピークなんですけど、でまあ、それをですね見事にまあ予測しているなというふうに思います。で、まあ、やっぱりちょっとこういう意外になってくると、まあ、なかなか愛はよくないんですけども、あのまあこういった形で、えっと、SiO2 で学んだんですけども、まあ、いろいろな酸化物にも利用できるということが分かってきます。 でまあ、こういったことはなぜかというと、あのこういった化合物ですね、と酸素の SiO2 における内核空港の効果が、まあ、大体ほぼ同等だったから、まあ、うまく予測できたんだろうなというふうに考えております。で、まあ、こういったあの他の酸化物に、えっと、適用するということもありますが、まあ、あのこういった解析をです、ね、ちょっと細かくずっと見ていくと、ちょっと新しい発見も得られたので、少しだけ紹介させていただきます。 で何なのかと言いますと、まあ、さっきの,の SiO2 の予測モデルっていうのは、SiO2 の結晶で予測,あの予測モデルを作ったんですね。えー、と1000個ぐらいの結晶のスペクトルを計算して、P、PDOS から結晶のエルネスを予測するっていう予測モデルを作りました。で、一方で SiO2 っていうのはアモルファスになりますね。なので、そのアモルファスのスペクトルを予測してみようということに取り組みました。 まあ本当はやっぱりあのアモルファスの計算って大変なので、まあ、我々の思惑としては、えっと、結晶の情報でアモルファスのスペクトルが予測できたらハッピーだなというふうに思ってですねあの、まあ、本当に無邪気にあの予測してみましたで、えっと、うまくいくだろうと思ったんですけども、まあ、実際にはあんまりうまくいかなかったんですねでこれ、えっと、緑色の線があの結晶で作成した作成された予測モデルを使って予測した予測結果 で一方で、この薄緑色というのは、アモルファスの SIO2 のモデルをまあ実際に作って計算した、あの第一原理計算した予測結果ですあすみません計算結果です。でこれ、薄緑色に対して、予測結果が何でしょうちょっと後ろ倒しといいますかあの、スペクトルの立ち上がりがなだらかになってますよね。で、まあ、あまりうまく予測できていないわけです。で、これがまあ何なのかということですね。 でここで先ほどのあのこの内閣空港効果の話を思い出してみますと、まあ、内閣空港が存在することによってえっと規定状態ではこうなだらかに立ち上がったものが急収に立ち上がりますよというふうに説明しましたつまり内閣空港が存在するとまあ,あの波動関数が極大するつまり低エネルギー側に大きくシフトするということが生じますでえっと今回この結果を見てみるとあの正解値よりも後ろに行ってしまっているわけですね まあ、つまり内角空港の効果が足らないということが分かりました。で、これというのは何を表しているのかというと、結晶とアモルファスで内角空港の効果がどうやら違ってたらしいんですね。で、えー、結果的にはアモルファスの方がどうやら内角空港効果が大きい。なので、えー、っと結,晶結晶は内角空港効果があの小さいようなので、それをそのまま適用しても、アモルファスのスペクトルを予測できなかったということが分かりました。 でこれ実は本当に意外でして、まあ我々本当に無邪気にあのうまくいくだろうと思ってたんですけども、実はこう構造に同じ組成なんですけど、構造がえ違うことで、まあ、内閣空港のえとこう大きさが違うというようなことが、まあ、新たな発見としてありましたで。これ本当はスペクトルの計算だけしてたらわ、ね、からないんですね。でなぜかというと、このスペクトルの計算ではこうモデルがあって、それをそのままやっと計算してです、ね、まあ、この正解のスペクトルが得られるので。 まあ実際の内閣府の効果,効果があのどっちが大きいかというのはあまり意識しないんですね。なので今回初めてですね、結晶で得られた情報をそのままアモルファスにえいやとこう持ってきて、うまくいかなかったから、まあ、新たに得られた発見だというふうに考えています。で、まあ、ちょっとこれ、すごいマニアックな発見なんですけども、まあ、でもやはりえっとアモルファスのスペクトルをあの予測できた方がいいなというふうに 思いまして、まあ、ちょっとこうなんとかアモルファスのスペクトルをですね結晶から予測するための、まあ、作戦を考えました。で、えっと、まあ、やっぱり今回内閣空港が重要であると。で、内閣空港の大きさと言いますのはあの、まあ、原子核から受ける、えっと、ポテンシャルの強さに依存するわけですね。で、そのポテンシャルが なょう大きい強いって何に依存しているのかというと、内閣空港をどれだけ遮蔽,遮蔽することができるかどうかということになります。なので、こういった遮蔽効果っていうのは、まあ、やっぱり物質の有電率と相関しているよねと。で、まあ、物質の有電率というのはやはりバンドギャップだよねというふうにまあ考えまして、えっと、まあ計算で得られるバンドギャップ、まあ、比較的簡単に計算が得られますので、バンドギャップをスカラー値としてですね先ほどの学習データにえー入れ込みました。まあ、なののでさっきの ドスに加えて1次元だけバンドギャップの情報を入れて学習して予測しています。その結果、こんな形になりまして、バンドギャップありにするとですね、うまく結晶の記述し、すみません、結晶の予測、結晶で作ったモデルでアモルファスのえっと このスペクトルを予測できるということがまあ分かりました。はい。で、じゃあ次の話に行かせていただきます。で続きましては、まあ、エルネス・レンズからちょっとエグザフスの情報の取得になります。で、これはちょっと緩和、旧大なところもありますが、あのまあ、先ほど言ったこのエルネス・レンズとエグザフス領域というのがあります。で、このエグザフス領域というのを言いますのは、あのまあ、どういうふうに解析をするのかというと、こういったスペクトルの振動があります。 でこのスペクトルの振動を、まあ、ベースラインを引いて抽出してで、それをフリー変換するというような解析を行います。でそうすると、こんなような、また別のスペクトルが得られるんですが、まあ、これは部分同型関数というものでして、えっと、このピークの高さが配位数、このピークの位置があの何でしょう結合距離を表しています。なので、これは、はい、あの例えばこの同形の分布関数ですと、まあ、あるここですかね。 えとニオングストローム弱のところに、まあ、これだけの位数の元素が存在している、第二近接はここですよというような情報を得ることができます。で、まあ、こういったエグザフスの領域といいますのは、位環境を直接得ることができるという点で、まあ、非常に有効なんですけども、実際にはこの吸収炭から、まあ、かなり高エネルギー側ですね、まあ、最低でも1キロ EB、1000EB ぐらいまで測定をする必要があります。でまああのー モデル資料だったら本当に10分ぐらいで終わるんですけども、本当にごくごく微量の資料ですとか、ダメージ受けやすい資料の場合は、まあ、なかなかちょっと露光時間もかかるわけですね。で、また電子顕微鏡側の問題もありまして、あのシンクロトロンだったらあの高エネルギー側まで比較的簡単にいけるんですけど、電子顕微鏡はですね、あんまり高エネルギー側までいけないんですね。えっと、本当に装置的な制約で、MAX でも3キロ EB ぐらいですね。で、3キロまで取、えっと、ってしまうと、あのレンズ側の えっと、誤差が、周差が入ってきてしまうので、まあ、あまり良くなくて、もう本当に現実的には1.5キロですとか、もうそれぐらいしかあの測定できないですね。でそうするとこう、エグザフスの領域を、えー、測定するというのは、電子顕微鏡ではまあかなり難しいというあの問題もあります。で、まあ、そこで、まあ、あの機械学習を使ってですね、この全円図の領域、まあ、あの数十 EB、16EB ぐらいの領域だけで、まあ、エグザフスで 本来は取得されるべき部分同型関数といったものを予測してみました。で、これはまあ先ほど作った SIO2 のデータベースを使って、えっと、もうすでにスペクトルもありますし、構造があるので同型分布関数をあの作ってですね、まあ、あの機械学習でつなげました。で、まあ、これはあのもちろん比較的うまくいきまして、あの一番えっと予測精度がうまくいったものをこの A において、予測精度が悪かったものをこの F においてます。 で予測精度が高いものです、ね、に関しましては、第1範囲、第2範囲に加えて、まあ、5オングストロームぐらいまで,です、ね、もうかなり、えー、と精度よく予測できていますで。非常に精度が悪かったこの F のところです、ね、に関しましても、まあ、第1近接と第2近接、まあ、大体3オングストロームぐらいまでは、まあ、まあそこそこあの予測ができているということになります。でまあ、実験的にはあの なかなかゴングストロームまで、えっと、計測できるってことは少ないので、えっとまあ、まあこれぐらいですね、3ングストロームぐらいでも十分使えるかなと思っています。で、まあ、さらにあの実験スペクトルに利用できるのかということで、これ、我々のところで得られた SiO2 の酸素の、えー、ケークォーツの形ーなんですけど、まあ、結構ノイジーでですね、まあ、このスペクトルだけで。 えと同型分布関数が得られるのかというのはちょっと疑問だったんですけど、実際に予測した結果はこちらでして、えっと、これ、ピンクがあの正しい、えー、同型分布関数で、赤がこのノイジーなスペクトルから得られた、あの予測された、えー、同型分布関数です。で、やっぱり第一近接、第二近接ぐらい、3オングストローム以下ぐらいに関しては、あのまあ、結構うまく予測できているのかなというふうに考えております。 はい、で続きまして、はいあのあの、機械学習におけるスペクトルの解釈についての話をさせていただきます。でまあ、あのこちらもです、ね、あのデータベースを作る必要があります。でえっと、今回、えー、注目したのはあの小さな分子ですね、さっきまであの無機化合物だったんですけれども、つ次はあの小さな分子に注目しました。 でまあ、まあちょっといろんな理由があるんですけども、まあ、まあやはり最近あの、オーガニック有機 EL ですとか、あの本当にまあオーガニック系、有機系の分子が重要だなというふうに感じてて、まあ、特にその中でえっと測定される炭素の形態って、本当にバラエティがあるんですね、多様なスペクトルを与えるので、まあ、これをなんとか生かしたいなというふうに思いまして、えっと、小さい有機分子の酸素の形態の計算を行いました。 まあ、QM9 っていうデータセットがあって、これもあのウェブからダウンロードできまして、えー、と大体13万4000個のです、ねえー、と小さな分子の,、えー、分子の構造と、まあ、いろんな物性のがもうデータベースとして、えー、とテキストデータで与えられています。でまあ、それを持ってきてです、ね、炭素の計算をです、ね、ひたすら計算しました。まあ、QM、まあ、全部できたらよかったんですけど、この QM9 の Q はですね、 CNOF が9個まであるものなんですね。はい、で一方で、この9までいくとですね、なんでしょう、構造異性体といいますか、まあ、ちょっとほぼ同じ組成で、えっと、ちょっとこう分子が変わったようなものが、まあ、大量にあってですね、でそれをまあ全部計算するというのはなかなかまあ大変だったので、まあ、我々のところでこの9ではなくて8ですね、CNOF が8個まであるような、えっと、分子、まあ、2万分子ぐらいを持ってきました。 でまあ、これ2万分子なんですけど、とはいえ、あのいろんなあのサイトがありますので、トータルで全部の炭素を計算すると、11万7000個の C の計算を計算しました。で、まあ、この孤立単分子をスーパーセルの,あの真ん中に置いて、えー、C の計算を計算すると。で、まあ、計算にはちょっと我々のところで使っている CASTEP コードを使っています。で、まあ、これを使ってですね、えー、と計算得られた結果をこちらに示していますが、まあ、あの一部あの直差の R 間。 えっとシクロですね、環状、あとアルキン、アルコール、まあ、アルデヒト、ニトリル、まあ、まあこんなようなスペクトルになります。でまあ、いくつか実験スペクトルも報告されていて、特にカナダのグループですか、マックマスターのグループがデータベースを作っているので、まあ、そこからちょっと一部いただいてきてですね、比較したものがこちら側になります。まあ、あの完璧ではもちろんないんですけども、まあ、まあこれぐらいの精度で計算と実験を、まあ、あの再現できているということになります。 でこれあのこのデータベースですね、せっかく作りましたので、最近データベース雑誌に、えー、投稿しております。でまあ、しばらくしたら皆さんが使えるようになると思います。でまあ、こういったデータベースを作ってまあ、何をするのかということですが、まあ、物性の予測を行いました。であのこれはニューラルネットワークのインプットにですね先ほどの C の計算を、まあ、あの入れるわけですね。えっと はい、入れます 0.1EB 刻みで、えー、入れて、えー、なんじゃ、えー、と200チャンネルぐらいかな。はい、で、えー、とインプットして、ニューラーネットワークでつなぎます。で、このわれわれのところはニューラーネットワークは、もう、なんでしょう、普通のフィードフォワードのニューラーネットワークを使ってて、物性を予測するということを行っています。で、物性の予測の物性なんですけど、QM9、QM9 のデータセットの中に、いろんな物性ですね、ホモルモギャップですとか、まあ、いろんな物性もありますし、 まあ構造から得られる分子量ですとか SP3 シオも、えー、予測対象にしていますで。それ以外にですね、計算で得られる生エネルギーに関しても、えー、用いております。で、最近論文がこちら側のジャーナルに、えー、オープンアクセスで出てます。でちなみにこれ、オープンアクセスで出てるその部分だけではなくて、サポーティングインフォメーションにですね、かなり多くの解析結果を載せてありますので、まあ、ぜひ、 あのこの論文にアクセスするときはサポーティングインフォメーションもダウンロードしていただければいいかなと思っております。でこちらホモルモギャップの,あの予測結果になります。でえっとまあまあ、皆さんご存知のようにこの、この実際の値とあの予測結果ですね。でまあ、対角線上に載っていて、えっと、決定係数が0.91ということで、かなり高いということになります。これ全部テストですね。はい でこの0.91というこの決定係数、予測精度を、まあ、ーー Mean Absolute e で MAE で出すと 0.205Eb、e、ぐらいです。でまあ、これを Eb をちょっと単位を変えてハートレーにしてみると0.0075ハートレーぐらいの精度です、ね、になるということが分かります。でこれなんでハートレーにしているのかというと、まあ、実はこの QM9、QM9 のデータセットといいますのは、 まあ、いろんな方が予測モデル、その物性の予測するモデルを、えー、作って、えっと、どれだけ精度を高く予測できるのかっていうのを、まあ、みんなで,なんでしょう、ね、競争しているといいますか、まあ、ベンチマークに使われているんですねで。そのベンチマーク結果をまとめた論文がこちら側になりまして、えっと、バンドギャップ、このギャップっていうのがホモルモギャップの、これ MAE になります。で、えっと、単位がハートレイですね。で、この値を比較してみます。 でこの値を比較する、まあ、我々の,あの結果と比較すると、まあ、あの一部は、ねえー、0.006っていうふうに、かなり予測精度が高いものもあるんですけども、まあ、それ以外のものに関しては0.01とかですね0.008ハートレーぐらいですね。なので、我々の結果、そんなに悪くないんですね。かなり数字がいいということが分かります。でさらにあの大きなメリットとして、あのこういった方々です、ね、はどういう記述紙を使っているのかというと、あの 本当に分子の構造を持ってきて、でそれをグラフにして、えっ、ー、と、キーズ紙にするですとかあの、この分子の構造を元にした、なんでしょう、あの、キーズ紙、あと、こう、SP2 が何個あるか、SP3 が何個あるのか、家電子が何個あるのかみたいな、本当にこう、なんですよね、ケミカルなデスクリプターをもう直接使ってるんですね。で、そこまで入れるんだったら、予測できて当たり前だろうとちょっと思ってしまうんですけども、まあ、そういった予測器を使って、なおかつディープニューラルネットワークのような、まあ、非常に深い、 えっと、予測モデルを作って、これだけの精度でを達成しています。で、一方で我々は炭素の形態だけなんですね、本当にこう一次元のこのスペクトルだけを使って予測をにこれだけ成功しているということになるわけです。で、ここから分かることは C の形態。 っていう、まあ、実験で得られるスペクトルが、まあ、実は非常にこう分子の物性を予測するいい記述しであるということを、まあ、この結果は表しています。でこれはまあ我々からすると、まあ、非常にハッピーなグッドニュースでして、えー、とスペクトルを得てですねどんな情報を得るのかというと、まあ、例えば電子顕微鏡で得られるのはあの素性のマッピングとかですねなんかこう元素のマッピングを基本的には作ったりするんですね。で えとまあ、でも、この結果が意味するところは、まあ、実験で得られたスペクトルを、まあ、機械学習をかませることで、物性に直接変換できるわけですね。でそうすると、今まで素性マッピングだったものが物性のマッピングを作ることができると、でさらにその物性のマッピングが時間分解で測定したらです、ね、どこで、どのように、えーと、どんな物性が出るのかっていうことをまあ可視化できたりするのではないかというふうにまあ期待しております。 で、まあ、それ以外にも、まあ、こういったまあいろんな物性、11個かな、十一個ぐらいの物性を、まあ、かなり高精度で予測できまして、えっと、できます。で、まあ、報告してて、まあ、ちょっと今日は、あの、別途、このエキサイテーションエナジーについて、えっと、ちょっと細かく説明させていただきますと、あの、エキサイテーションエナジーっていうのはですね、あの、実験でとか計算で、まあ、直接得られているような情報なんですね。実際にこの、えっと、ピークの立ち上がり、まあ、炭素でしたら 290Eb ですとか、 295EB にこう現れるわけですね。こういうふうに現れます。で、実験でも計算でも得られるんですね。で、えっと、今回、この予測したこの青い予測の結果は何をしているのかというと、実際に得られたこの計算の、あの、レーエネルギーの情報を消したんですね。一度消します。もう全部消して、あのピークの立ち上がりをゼロに合わせたんですね。で、この状態で予測、あの、線エネルギーを予測しています。冷ーエネルギーを予測しています。つまり、 あの実験とか計算でこの性エネルギーをあの得られている、まあ、本来は得られてるんですけども、その冷却エネルギーを消して、形状だけ、もう形状だけですね、で、性エネルギーが予測できているということになるわけです。で、まあ、本当はあの予測、あの性エネルギーっていうのは、まあ、計算はすぐに出るんですけど、実験の場合は結構こう、アライメントしないといけないんですね。特に電子顕微鏡の場合は、 本当に午前にとった冷気エネルギーと午後でとった冷気エネルギーが、まあ、たまに違ってたりするので、まあ、かなり頻繁にアライメントをするんですけども、まあ、そういった必要もなくてですね、スペクトルの形状だけで実は冷気エネルギーがまあ予測できるということが、まあ、この結果からわかります。で、まあ、いろんな物性が予測できますよというふうに、まあ、まああの話をさせていただきました。で、えっとまあ、例えばホモルモギャップですとか、静エネルギーですね。 で一方で、まあ、こういった物性といいますのは、まあ我々はすごく嬉しかったんですけども、まあ、厳しい目で見てみると、ですねこれらは全部電子状態の関わる物性なんですね。これらは全部電子状態が関わる。で一方で、エルネス電図っていうのは、電子構造が関わる、えっと、スペクトルになります。なので、このスペクトルを使って、この物性を予測できるのは、まあ、ある意味当たり前じゃないかというふうに考えることもできます。 で実際に例えばですね分子量、モレキュラーウェイトですとかあの内部エネルギーといったこれ、飼料性物性ですね、えーっと。エクステンシブプロパティ、つまり、えっと、サイズが大きくなると分子量大きくなりますよね。で、サイズが大きくなるとインターナルエネルギーの内部エネルギーの絶対値変わりますね。こういうサイズに依存する物性が飼、まあ、料性物性、エクステンシブプロパティになりますが、でこういったものと電子構造というのは、まあ、明らかに相関してないと。 ということはまあ我々は分かるんですけども、まあ、あの実際にうまく予測できていないと、資料性の物性を予測できていないということが分かります。で、まあ、この資料性物性もなんとか予測したいなというふうに、まあ、ちょっと思いまして、学生さんといろいろとやり取りして、えーっとまあ、結果的にですね、ちょっと、あのー、スペクトルに加えて、まあ、3つだけですね新しい情報を付け加えたんですね。でそうすると、ですねもう,こう飛躍的にこの、えー、っと予測精度が上がる。 まあ決定係数はがこれぐらいまで上がるということが分かりました。でどんなこの3つは何かというとです、ね、あの蘇生比ですね、炭素に対する酸素、炭素に対する窒素、炭素に対するフッ素の蘇生の比の情報を入れるだけで、まあ、これだけ予測精度が上がるということが分かりました。でこの蘇生比に関しましては、まあ、実験的にはそんなにえっと難しくないんですね。えっと、もう X 線 で取って、まああの、組成比がどれぐらいいかととうことは比較的簡単にわかるので、まあ、その組成比ケース、実験で簡単に得られる情報を付け加えるだけで、まあ、あのエルネス・エンズからこういった飼料生物性も予測できるということを、まあ、明らかにすることができました。でまあ、あのこういった研究ですねあの、まあ、いろんな質問を受けるんですけど、まあ、あの例えば同時予測必要ですかと。 同時予測する必要方がいいか、まあ、個別に予測した方がいいのかということも聞かれます。で、あのこれも先ほどの論文のサポーティングインフォメーションに実は全部書いてまして、えーと、これすごくいっぱいあるのでよく分かりにくいんですけども、あのこの、えー、と薄ピンクがあのどうあの個別予測ですね、一個一個の,スペあの物性を予測したもの。で一方で、この濃い色に関しては12個のプロパティを全部一気に予測したものになります。でも、まあ、やっぱり個別の方がやはり いいんですね個別の方がいいんですけども、まあまあ、あの12個を一気に予測しても、かなり予測精度が高いと、まあ、我々としてはまあ結構満足している値までいっているということが分かります。なので、あの1個スペクトルがあったら、12個の物性がビビビッと、まあ、本当に12個の物性マップを作ることがまあできるんじゃないかなというふうに期待しています。で、さらにあのスペクトルを機通信使ってるけど、本当にスペクトルが必要なのというようなあのご質問もたまに受けます。 でまあ、これもたくさんあのバーがありますけども、あのこのオレンジですね、えー、があの C のケータンをあのキーツ紙に入れたもの、C のケーを入れてないものが、ですねこの薄オレンジとこの緑色になるんですけど、まあ、やはりあのスペクトルをキーツ紙に入れた方うがまあ圧倒的に予測精度が高いということが分かります。まあ、あの分子量ですとか、な、ま、ん、あ、でしょうね、まあ、こういったこちら側の物性に関しては、あの分子の組成さえ分かれば大体分かるんですけども、 あのまあ、こういったあのスペクトルが重要なキー通信になっているということも分かりますで。さらによく聞かれるのが、実験スペクトルはどうですか,でですかと。今までの結果は全部あの計算をインプットにしたんですね。で、一方で実験をインプットにしますと、まあ、こういった形で、まあ、完璧ではないんですけど、まあ、かなり精度高く、えー、と予測ができているということが分かります。なので、まあ、実験スペクトルにも、まあ、あの十分に利用できる。 なんでしょうね、手法だなというふうに、まあ、我々としては考えてます。で、本当は一番ベストは実験スペクトルと物性がこう紐も付けされた13万個のデータベースがあれば、多分予測精度はもっと上がるんですね、実験スペクトルの。なので、まあ、そういったデータベースがあったら、本当に物性マッピングといったものが実際にできるかなというふうに考えてます。で、まあ、とはいえ、まあ、我々のこの結果から、結果が意味しているところは、 まあそこまでいかなくても、計算でデータベースを作るだけでも、まあ、かなり実験スペクトルに利用できるということになります。はい。で、ちょっとこちらは流します。えっと、これはあの無機化合物にも使えますよということですね。はい。で、ちょっと残りの時間が迫ってまいりましたので、最後の,あのちょっとスペクトルの解釈についての話をさせていただきます。で、えっと、まあ、 今でやっぱり予測できます予測できますよというような話をさせていただいたんですけども、まあ、やっぱりですね材料系の人とか物理系の人たちはまあなんか予測できるのはいいんだけどまあなんで予測できるのかとかまあブラックボックスなのはちょっとどうかなというようなことをよくおっしゃられるわけですねまあ私自身その,あのご意見は賛同するんですけどもあのまあちょっとこうこの作ったニューラルネットワークをですねもうちょっと細かく解析してえっと なんでしょうね、この予測できるメカニズムをあの、まあ、探ってみたという結果になります。でこれも先ほどの論文に載っているあの手法なんですけども、用いましたのは感度分析というあの機械学習の分野ではよく使われている手法です。でもうこれ、学習済みのニューラルネットワークですね。で、あのインプットを入れるんですけども、インプットを,をですね、学習済みのところにインプットをちょっと変えるんですね。例えば、この1チャンネル目、デルタ X をつけます。で、そうすると出力がもちろん変わりますよね。 で、次、2チャンネル目にデルタ X 入れるんですね。でそうすると、やっぱり出力また変わりますね。で、これをまあずっと続けていって、えっと、この変動値ですね、出力の変動値をえっとプロットするというようなことを行います。で、この変動によって、まあ、あの例えばスペクトルの第1ピークが上がったり下がったりしたら、物性値が上がるのか下がるのかというようなまあ反応を見ることがわかるわけですね。感度を見ることができます。 で実際には240次元に対して、えっとまあ、ガウス関数を足したり引いたり、スペクトルに足したり引いたりして、えっとまあ、さっきのこのアニメですね、足したり引いたりして、えっと、インプットに入れてで、これがアウトプットにどのような影響,が影響を与えるのかということを、まあ、調べました。でまあ、実際にはこれ、あの1万7000個をもう全部です、ね、あのインプットデータとして。 えと入れてで、この変動値ですね、物性の予測の結果の変動値をプロットしたものがこちらになりまして、えっと、これちょっとすごいパッと見よく分かりにくいんですけどあの、このエネルギーですね、このピークのスペクトルの立ち上がりの、例えば立ち上がりのピークが上がったら予測している物性値、sp3 の炭素の比率が青なので下がると。 で一方で、この 3EB 付近のこのピークが上がったら SP 比が上がる、SP3 比が上がるということを表している、まあ、ちょっと図面になります。なので、エネルギーとそこにあるピークが上がったら物性値がどう変わるのかを色で示した図になります。で、実はこの SP 炭素比に関しましては、まあ、実験的な知見がありまして、えっと、多重結合に伴うこの π 結合の。 ピークが一番低エネルギー側に現れます。なので、えー、とこの多重結合のピークが上がれば、π 結合なんて sp3 じゃなくて sp2 とか SP, ん SP, sp 結合とか sp2 なんですね。なので sp3 比は下がります。なので青くなる。これリーズナブルですね。で、一方でこちら側、高エネルギー側のこの辺、3eb 付近というのはシグマ結合に近いする。つまり sp3 炭素に近いしてますので、 ここが上がれば SP3 比率が上がるという、まあ、実験の基地の情報と一致しているわけですね。まあ、なので感度分析がうまく働いているということをここからも分かります。一方でホモルモギャップはどうかというと、まあ、かなり非線形なあの動きをしてまして、まあ、あるところまでピークが上がると,、S えー、とホモルモギャップが上がるんですけども、さらに上がるとホモルモギャップが下がるとかですね。ちょっとまあ非常に複雑な、えーとえー、あの挙動をしていると。まあ、人間ではなかなか解釈できないなと。 いうようなこともこの感度分析で明らかにすることができます。で、まあ、さらにあのそれを全部の物性ですね。で、えー、っとやった結果がこちらになりまして、まあ、これもあのサ,ポサプリメンタルにサポーティングインフォメーションに載ってますが、まあ、例えば分子量をなんで予測できたんですかという質問をよく受けます。これ、本当に予測できてるんですかというようなことなんですけど、まあ、その結果をです、ね、こちらのさっきの感度分析の結果から見てみます。 そうすると、ピークの立ち上がりがのピークが上がると分子量が下がるわけですね。で、一方で、ちょっと 5EB 付近のピークが上がれば、えー、分子量が上がるっていう、えー、結果が得られているわけです。で、その結果を考えてみると、物理的なあの解釈に考えてみると、確かにこう π 結合が増えると、二重結合、三重結合ができて、水素が減りますよね。えー、なので、まあ、結合の手が減るので分子量は確かに減るなと。 でさらにこの 5EB 付近って何が現れるのかっていうと、酸素と窒素、フッ素と混成している、えっと、炭素のピークが上がるんですね、強度が上がるんですね。で、こいつら分子量が高いので、でこの辺のピークの上昇は確かに分子量と相関しているなと、まああの、こんなことは全然思ったこともなかったんですけども、まあ、実際に機械学習の結果を見ると、こういったこう解釈も、えー、与えることができるなということが分かりました。はい、以上あのちょっと 時間オーバーしてしまいましたが、まあ、機械学習とまあスペクトルを組み合わせた、えー、とスペクトル計算ですとか、物性予測、スペクトル解釈についての話をさせていただきました。はい、どうもご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。情報計測オンラインセミナー、次回は1月来年1月8日の土曜日10時半からの開催となります。えー、と次回第15回の講演者は、 えーと大阪大学産業科学研究所の永井健二先生です。ご講演のタイトルは100万細胞をミクロの空間分解能で瞬時に殺到、解析するトランススケールスコープアマテラスというタイトルで、えー、とご講演いただきます、えー。事前にご登録いただいたメールアドレスに講演のご案内をお送りいたします。それでは本日の情報計測オンラインセミナーはこれにてお開きとさせていただきます。 今年6月でから始まりました本セミナー大変多くの方々にご参加いただきました。ありがとうございます。来年もぜひご,ご参加いただきますようお願い申し上げます。それでは皆様、良いお年をお迎えください。それでは失礼いたします。ありがとうございましたありがとうございました。